うまい接客。割合。ね。使う。小林さん使う。やばい、もう一個負けてる。最近いつやった。やばい、それぶっ込めちゃうね。覚えてない。でもタイ何が好き。やっぱ三回しかないけど。今回のホストさんはせーの。どうも、おはようございます。ご紹介お願いします。パフパフアランです。違う。すき焼きに指名して順です。かっこいい。パンチ。マネ。マネ控えてです。よいしょ。ペットタトゥー現在です。よいしょ。一番いい。一番いいよ。ということで今回の客はうまい接客。何がいい？ということで今回はですね、ホス狂いの女の子一人いたしました。まあ、すごいね、結構歴も長くて、ホストにね、何回も行ったことあるような女の子なんですけど、一人の女の子につき、ホストさんが二人で同時接客していただきます。うわー、完璧だ。で、二ペア作られると思うんですけれども、はい、そこから一人一人出ていただいて、はい、選ばれた方が決勝に進む。あー、なるほど。で、最後の3回戦目で選ばれた一人一人がこう、なんていうの、戦って送りを選ばれる。得意って言ってたもんね。うん、女は奪うもんやからね。おお。まあ、もう奪うだけっすよ。ちょっと怖いな。怖いな。なんでな。じゃあ、初めてだからね。お金使ってくる、お金使ってくる。おお。どうですか。本当も地元の時からやっぱ人から奪ってきてきたね。おお。はい、よろしくお願いします。はい、ということで始まりました奪い合い接客ですね。いちかちゃんは仕事ができる人が好きって言ってたんで、そういうところも多分見るんじゃないかなと思います。失礼します。ケンセイです。お願いします。はい、ケンセイくんとカエルさん。何ちゃんですか。いちかです。一番かわいい。名前らしいじゃん。うわ、え、使う。カエルさん使う。やばい、もう一個負けてる。いっぱい喋りたいから、あいつ入れてきてるから。早い早い。気持ち悪いやけど、担当直にまず、顔じゃん。まずね、一つ目。何度しかないわけどっちが、まずは。いやいや、正直、普通に、このどっちかやったら、だけの話だから。目つぶって。目つぶって。俺も目つぶって、お願いしますね。当てないんだよ。その一下りやるの。せーの。あー、もうなんか。これやったらなんかごめん。人が一人しまう。どういう人だよ、じゃあ。確かに確かに。面白い人。面白い人。おー、まずね、一つ目。おもろいね。顔は顔のタイプ。顔のタイプ。芸能人なら、あ、詰めました。吉沢亮。あー、吉沢亮。小学校の頃、吉沢亮だったよ。あぶない。じゃあ待って、本当にこのままじゃ決まらないよ。うん、確かに。なんか、意味わかんない会話しかしない。迷っちゃう。迷ってるよ。迷っちゃう。こっちに考えない。あー、3分終わりました。早い。あー、終わっちゃった。早いんだけど、何も。何もアピールしてない。今もうここで選ばれますね。あ、じゃあ俺ら前向き、前向き。やばっ。ありがとうございます。カエルさんですね。今まで、今までありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。あ、ジニアです。失礼します。失礼します。いいスカゴにしても。で、送りどっちにする？早いなぁ。多分3分しかないやん。確かに。どっちに奪いに来た？ LINE 聞いてくる。早いなぁ。LINE。なんで？なんでこっち？どしどし。読み取る人いる。画面越し。画面越しね。読み取ってください。おぉ、それめっちゃしゃべる。ここやね。うん。はい、僕は。面白い人。え、でも二人とも面白いから多分笑ってますからね。え、顔どっちがタイプじゃん。悩む。あ、結構でも系統違うやん。なんかお兄さんが俳優系で、お兄さんはホスト系って感じ。おー、まあ選べんよ。俳優系だったのに吉沢亮に近いんじゃない、これ。あとじゃあもう一つなんかタイプ、なんかタイプ一個ちょうだい。優しい人。寒くないよ。大丈夫。急に優しくなるよ。貸そう。いいの、レッド通いたくなるような、なんかすごい楽しそう。私も接客受けた時楽しかったんで。いやーね、飲みますか。一番だね。いやいや、3分しかないの。いちかちゃんは最近いつやった。いや、ぶっ込めちゃうね。覚えてない。でもタイ何が好き。やっぱ3分しかないけど、いけるとこ全部下ネタ系で聞いてますね、これは。せーので言えばよかったね。あー、正常位か。正常位、俺対面対。俺正常位。顔見てやるのが一番いいかな。あー、大丈夫。大丈夫じゃないよ。いちかちゃん、でも
ね、聞き上手っていうかね、めちゃめちゃね、喋りやすい。確かにめっちゃ笑ってくれるし、ね、うん、その笑顔を見るために俺は来たから。おお、甘い言葉を言いました。はい、どうぞ、立ちました。早いな。ありがとうございます。おじいさんだ。一緒、ありがとう。おい、おかしい。ありがとうね。なるほど、じゃあ、川出さん対じいさん。ごちそうさまです。ありがとうございます。ありがとう。先輩同士の決着見ますか。そこはね、いやー、決勝戦。失礼しまーす。カメラ、カメラ。長男ありがとうね。マジで。長男ありがとう。ありがとう。うわ、近い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 。これこそ奪い合いですか。これだ。一回ちょっと準備で。ありがとう。待って待って、金金金。ありがとう。ありがとう。大丈夫。ダメなんだ。あんまり、男の人に聞かない。神奈木さん、それ昨日と昨日と同じ服やけど、なんかあるだろ。違う、昨日と同じ服やな。いらっしゃってますね。情けないホスト、落とし合いがすごい。ちなみに選んでくれた理由、あ、そうね、あ、もうそれは聞きたい。話せる人の方がいい。確かにね、まずね。じゃあ、そもそもその、あの二人よりも話したからね。すごい見えてないところですごいです。撮影とか思ってないんだけど、本当に出会えたんです。これさ、さっきメモ帳に書いとったやつ。まあでもおもろいよね、神崎ね。あげてきた、今度負けてきた。こうやって人のことを褒められる、やっぱ素敵なところもあると思うけど、まあでも面白い人ですって言った。いちか、どう、こうさ、人の上げ足ばっか取る。どう、いや、呼び捨て。出会いとかあったら反省する。あ、すごいな。俺なんかそういうのすぐ謝れるタイプね。なんか嫌な気持ちする。でも俺、次からそういうことないです。つけた。でも早いな。でもね、これ分かるのが、あ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 、体の相性合う。え、なんで、え、これ分かんない。あ、あるんだ。こうやってやった時、合うね。え、じゃあ一回俺も、あ、はい、はい、と思う。はい、と思う。手、手ちっちゃい。手ちっちゃい。手大きい。手大きいね。手も大きい。はい、お疲れ様です、ちかちゃん。すごくない？最後のレベル高すぎた。楽しすぎた。楽しすぎた。全然楽しい。顔はどっちも好みなんでしょ。だって、どっちもだってね、叩いたことか。歯医者の人たちもかっこよかった。かっこよかった。ちょっと迷った。みんな迷いました。吉沢亮って言ってたからさ。吉沢亮だから黒髪の子めっちゃ吉沢亮っぽかったよ。そう、だから選ぶと思ったの。確かに面白さで選ぶ。話せる人のがやっぱいいなと思う。おー、なるほどね。もう選びましたか、心の中で。悩んでる。悩んでる。ということで、ここで君からご要望がありました。今悩んでるんで、最後に甘いしたことを一人ずつから。姫じゃなくて葵ちゃんやつ。違う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 。3、3、2、1、1。手はちっちゃいけど守ってあげるから、1、2。3、3、2、2、1、1。後ろ。絶対幸せにする気にしました。それでは今回のおけりは、動画的にね。思った。前回もそれだから。動画でも俺やろ。はい、ということで終わりました。今回は深井さんが1位ということで、決め手は何ですか。話せるのと、あと顎かっこいいのと、最後のせい言わされてましたけど、でもさっき真ん中で撮った時は全員ありえた。ああ、それはでも嬉しい。で、黒髪の人かっこよかったんだけどって。そうよ。じゃ好み的には、好み的には一番。まあじゃあ動画的には、それだけど、こっちはツイッターなんか、そのやってみたいと思いましたか。よかった、これが一番良かった。
で皆さんありがとうございました。レッドさんは、YouTube がやられてるということで、はい、レッド、はい、TV、レッド TV で、レッド TV で検索してください。はい、よろしくお願いします。はい、ということで皆さんぜひレッドに遊びに来てね。バイバーイ。皆さん、ホスラジチャンネル登録してね。よろしくお願いします。